えー、こんにちは、即家塾の久保ですあの,速化塾の塾生さんは世界中にいらっしゃってそんなに人数は多くないんですけども、まあ、ロシアにもね塾生さんいらっしゃるんですよ。でちょっとね連絡がね今日あたり取れなくなるっていうふうにインターネットがつながらなくなるっていうふうな話を聞いたんですけども昨今のインフレの状態のことをねちょっとお話ししてくださったんですよ。でその方はねあの、まあ、車の関係の仕事をしてらっしゃったんで車の価格をよく出してくれるんですけども。 あの一番安いね、うん、90万ルーブルぐらいの車が今ね250万ルーブルにこの1週間でなったそうですで食品も3割から4割ぐらいこの1週間で値上がりしたみたいですね、うん、これがインフレなんですよあの日本でも同じようなことが起きますよ、うん、でそんなものとは比べものにならないぐらいね食品の価格が10%上がりますよみたいな話を昨日しましたけども それは今年数ヶ月とか一年かけて十パーって話をしたんですよね。で、ロシアっていう国は今ね、短期間で数倍になってるわけですよ。すごいでしょう。一週間でだって倍とかになるわけですよ。二倍とか三倍とかに。だから生活コスト二十万円の給料でやっていた人は、今までは二十万円を使えば生活回していたと思いますけども、これから二十万の所得に対して三十万円の支出が必要になってくるんですよ。 でこういうことなんですよね、インフレが起きるっていうのは。で、貯金をしてらっしゃる方も、貯金を100万円してても100万円の額は変わんないじゃないですか。でも今までは、100万円の商品が買えてたのが、100万円出せば100万円の商品が買えてたのが、200万出さないと100万の商品が買えなくなるとなると,なると、実質的に貯金っていうのはね、50%の目減りを起こしてるってことなんですよ。だから貯金が最強でもないんですよね。じゃあ何が最強かっていうと、まあ、 今のこの価格で商品が売れる力があるビジネスセンスがあるか、もしくはやっぱりね FX みたいなことができるかどうかでしょうね。FX は上がっても下がっても利益取れるんですよ。でしかも自分の欲しい金額だけ取っていけるんですよね。そうなるとその無限の自動販売機みたいなもんなんですよ。で価格差っていうのはいつも起きます。で価格の変動はいつも起きます。私はドル円やってますけどもドル円って毎日変わってるじゃないですか。 ルーブルも同じですよ。ルルーブル円っていうのは私は見たことありませんけどもルーブル円があるとしたら今ルーブル大暴落しますから売りでで入ったら大利益なんですよ。だから給料が上がらない分 FX で大きな利益が取れていくんで全く問題ないってことになっちゃいます世の中にはこれからもっともっとね物が少なくなって少なくなるとたくさんのお金を出してでも欲しいって人で溢れてくるんですよ今まで以上にお金が物を言う時代になってきます あとはお金を稼ぐ方法を今まで培ってきたかのかどうかいや想定してないよそんなことみたいなねことを言っても現実は止まりませんからねで仮にこれがね国からのまあ給付金とかが出たとしても同じですよみんなが同じだけお金持っちゃうと今まで一つの商品が買えなかった人がみんなが買えるようになっちゃったら結局価格上がりますからねインフレがものすごい速度で起きちゃうんで ももうう給付金出出すすににせななないいような状況になってくると思いますだから全員に平等にく配れる給付金っていうのをあまり叫びすぎるとみんなで自らの首を絞めちゃうんで今できることはね自分だけが稼ぐことなんですよ。自分だけが稼いで自分だけが助けたいと思う人を助けてあげることじゃないかなと思います。もうそういう時代じゃないですかね。そういう時期に入ったと思いますよ。今でも 目に見える物価ってのはそんなに激しく起きてませんから最後のチャンス最後のチャンスじゃないですか、うん、まあ FX が私は一番近いんじゃないかなと思いますよね、うん、センスが良ければ数か月で FX の力を手に入れることができますから3か月後とか半年後には FX でお金を稼いでいってね、うん、まあそれで当面の暮らしも賄う。 いうことととできるんじゃななななないいかなと思まますすあ心心理的な心配事ってのはなくなりますよね FX でいつもお金が手にできると思ったらあのうわ支払いが迫ってるどうしようみたいなことにはならな,な,ないんですよ。でどんな時代も FX は同じ理屈で動きますから、ね。一瞬ファンダメンタルが強くなる時はありますけどもファンダメンタルも積み重なっていけばテクニカルになりますからね。結局テクニカルって ロうソク足の集合体をどう見るかの連続ですから、そのロうソク足がファンダでできようが何でできようが同じなんですよ、えー。ということでね、FX の相場解説これからも続けていきますので、よろしくお願いします。